念ながら NHK も総務省接待をしてですね、スクランブル放送の素の字も出てませんよ。総務省の課長補佐が大きなこと言いましたよ。スクランブルのことで検討してたのお前ら。今ここ参議院の議員会館にいます、国会ではですね NTT の社長が今国会でですね総務省の役人の人たちと会食をしたことを認めて謝罪しています。この NTT が表沙汰になる前は菅総理の長男が勤めている会社とこの総務省の、人たちが、お酒をおごってもらったと、これ非常に重要なことを今国会で審議されているというか週刊文春の報道で明るみになっています。僕はなぜここまでして NHK の問題に強くやってるかというとですね、 NHK の問題、受信料の問題っていうのはたかが放送とかマスコミとかそういうレベルじゃないんですよ。放送というのはこれは武器です。核兵器に勝る武器なんですよ。民主主義国家においてはこの放送というのが国民を洗脳する手段になっています。洗脳装置と言ってもいいでしょうけども、テレビで繰り返し繰り返し放送すると国民はそれが正しいと思い込んでしまうという効果があるわけですね。例えば花王という、化粧品とかそういう生活品売ってますよね。花王の商品、花王のなんとか、テレビで何度も何度も花王という会社名を聞くと花王の製品は安心なんだ安全なんだと思い込んじゃうんですよ。その放送っていうのは安心してるというのはみんなが見ていてみんながそうだろうと思っているから、特にテレビの放送なんかを信じていれば多数派に乗れるから安心感を与えるんですね。とにかく国民を洗脳しないと戦争はできません。アメリカが悪いと言って戦争に突撃していきましたよね。テレビというものができてですね、まさに政府やそういう権力者が国民を洗脳する武器を手に入れてるんですよ。だから僕は NHK の報道局で我々の放送は武器なんだ、核兵器に勝る武器なんだという教えを受けて、そうだよな、 NHK が例えば総務省の事務次官トップであったりとか総務大臣とか総理大臣もそうです、企業大企業の社長でもいいですよ、放送で悪口言ったらすぐ辞任しますよ、すぐ潰れますよ。 NHK の放送でどこどこ銀行がもう潰れそうですとかって言ったら、潰れかかってない銀行でも、どこどこ銀行倒産するの、じゃあ自分が預けてる銀行預金引き下ろしに行かなきゃいけないって言って引き下ろされたら、それこそ本当に銀行倒産しちゃうんですよ。この政治家だって立花隆の怖いとこばっかり放送すると立花隆は危険な人物というふうに洗脳されちゃってるわけですよ。テレビというのは一方方向からしか光を当てないというか情報を出さないんですよ。だからこそ本来そういうのに染まらないために NHK っていうのがあるんですが、残念ながら NHK も総務省に接待をしてですね、総務省に対してこの受信料制度できるだけ今まで通りしてくださいってやってきた。だから現にスクランブル放送の素の字も出てませんよね。国民の大半は NHK の番組は見る人が払う、見ない人は払わない。 NHK に料金受信料払わない人にはスクランブルにして NHK を見れないようにしたらいいっていうのが国民のこれ半分以上の声なんですよ。だから我々 NHK 党が2年前に当選させていただいたのもそういう声があるから、国民の多くはスクランブルしてほしいと思ってる。ところがこの総務省は一切スクランブルのことに触れないんですね。総務大臣も含めて、これは NHK からそれはねいくらか袖の下もらってるとかって言われても仕方がないと思います。放送法の改正案を持ってきた総務省の課長補佐に対しては結構大きな声で恫喝っていうか大きな声言いましたよ。そもそもスクランブルのことを国民の多くが求めてるんだから、スクランブルのことです検討してるのお前らと。規約の7条には衛星放送はスクランブルっていうかそのテロップが出せるけど地上放送のことは書いてないと、何の仕事してんねんって言ってどやし上げました。あまりにもふざけてることをしてたんで、
NHK はこれ否定も肯定もしてません。接待したかどうかすら言わないんですよ、 NHK は。で、 NTT は正直に言って今日謝りました、会長が。ちなみにこの放送というのは公共の電波を使ってですね、でこの公共の電波っていうのは国民共通の財産です。国民共通の財産を国の機関である総務省が割り当てをしています。ここは有限なんですね。限りある資源だから、どこにその電波を使わせるのかについてまさにこの人たちが決定するんですよ。テレビの電波と携帯電話の電波とか同じものですから、それが限りがあるものだから奪い合いになるんですね。実際にこの東北新社っていうのは外資が 20% 以上入ってたことが分かって、これ実際免許取り消しになるということなんですが、この外資 20% っていうのはどういうことかっていうと、外国の企業や個人が 20% 以上の株を持っている会社には公共の電波、つまり放送の免許は与えないっていう法律があるんです。これはどういうことかっていうと、それは放送というのはまさに武器なんですよ。だからこそ外国の企業にそんな武器を与えちゃいけないから、この 20% という枠を設けたんです。にもかかわらず 20% を超えている東北新社に総務省は BSCS の放送免許を与えてるんですよ。こういうのを、まあ、まさに接待でやってるわけですよね。これね、本当大きな問題で、メディア王マードックっていう人がいまして、僕が NHK にいた頃に実はこの 20% 規制っていう法律を作ったんです。これちなみにマードックとソフトバンクの孫さんです。孫さんが結託してテレビ朝日を乗っ取りに行こうとしたんです。で、実際に株を買って乗っ取りに行ったんですが、マードックさんこれ撤退してます。孫さんと一緒に辞めた。危ない。法律上は全く問題ないけども、そんなことをしたら日本のマフィアに狙われるということで、孫さんとマードックさんは実はテレビ朝日を買い取ろうとした時に撤退してます。この次にテレビ局を乗っ取ろうとしたのが、僕が今仲良くさせていただいているホリエモンことホリエ貴文さんです。フジテレビをね、ラジオの方がフジテレビよりも親会社になっていることを目をつけてですね、時間外取引であったりとか TOB で、フジテレビを乗っ取りに行ったっていうのがホリエさん。あのホリエっていうやつは舐めとるな、集中的にホリエ潰しっていうのが、確か2002年の近鉄球団買収の時からもう目つけられてました。もうプロ野球球団なんて勝ったら美味しいから。 NHK の忖度分かります？プロ野球の球団だけは未だに日本ハムって言うでしょ。日本ハムファイターズなのに日本ハムって言うんです。テレビ朝日はちゃんとヤクルトスワローズのことはスワローズって言います。ヤクルトって言いません。日本ハムのことはファイターズって言うんですよ。でも NHK は未だに日本ハム、ヤクルト、 DeNA、 ソフトバンク、企業名バンバン言うでしょ。まあそこからずーっと来てるんですけど、ホリエモンは当然球団で年間20億30億の赤字が出ても、それこそ今日の試合ね、当時のライブドアが勝ちましたとか負けましたとか新聞やテレビでガンガンやってくれるから、年間の20億30億の赤字なんてもう全然余裕だっていうことで近鉄球団買いに行ったんですけども、当然そこに対してこんな若造入れるなっていう嫌がらせを受けた。球団の購入ができなかった後、堀江さんまさにフジテレビを買いに行ったんですけども、まあこれでももうこの国の既得権益者にボコボコにされてしまった。本人も 無実だと未だにおっしゃってますけども、僕も堀江さんのやったことは犯罪と言えるレベルじゃない、実刑を食らうような罪じゃないと思ってますけども、まあこういうちょっと流れがあって、テレビというのは国民を洗脳して戦争するときには国民の理解がなければ、支持がなければ戦争に行けないから、この放送というのはいかに危険なものか。ちょっと考えたらわかるでしょ？ NHK ってたかだか特殊法人ですよ。NTT ももう30年以上前に分割民営化されてますよね。最新で言えば郵便局ですか？小泉さんによって。郵政民営化。でも NHK に関しては民営化もスクランブル放送も議題にすら上がってこないでしょ。これは
もうまさにこの既得権 NHK が放送というものを使って NHK に歯向かうものは放送を使って国民を洗脳して悪者にしていくんですよ。テレビしか見てない人は僕のことなんかもう完全に怖い人ですよ。僕にとって都合の悪い情報しかテレビは発信しないです。もちろんそれは僕は分かってます。だそこに出てきたのが有限じゃなくて無限のメディアであるインターネットですね。放送とインターネット、テレビとインターネットがまさに戦ってるような状態で、まだテレビの方が強いでしょう。 YouTube のいかんところっていうのはテレビの放送をそのままやるでしょう。テレビの同じものをそのまま YouTube でやってるっていうのは我々見る側にとっては便利だよなと思うかもしれません。ちょっとねこの辺どこまでがインターネットと放送が今バーサスになってるのかっていうのは微妙なところなんですが、いずれにしても NHK とか放送テレビ局っていうのは超巨大な勢力権力です。我々政治家なんて一撃で吹き飛ばされます。 NHK の委託会社の稲葉周作がソフトバンクの個人情報を持ち出しました。逮捕されました。それすら報道されてない。結局どっちが悪いんですかって、みんな悪いんですよ。総務省の役人も政治家、まあこれまでずっと自民党と民主党が政権握ってやってたわけですね。国民の声なんか聞いちゃいないですよ。 NHK の受信料なんて見る人だけから取れよ。命に関わるライフラインですらお金払わなきゃ止まるのに、NHK だけはお金払わなくても止まらない。誰がどう考えても不合理なんですが、 NHK だけ未だに特別扱いです。もうそれが政治家がそこを突っ込んでいったら僕みたいに偉い目に遭わされるから、みんな政治家ここ行けないんですよ、怖くて。で、逆に NHK から接待を受けてるっていう状況なので、まあこういうのをね、僕の YouTube だけでは広まらないと思いますから、こう本当に多くの人がこういう知識を身につけていただいてですね、まあ、ご自身のチャンネルで自分の言葉で、まあ、どんどんアップロードしていってほしいと思います。ということで久しぶりにそう真面目な話をさせていただきました。以上です。 NHK をぶっ壊す。